ほいだら、呼び方はゆうこちゃんでいい？はい、ゆうこ、何でも大丈夫です。あ、ゆうこさんの方がいいか、最初。あ、どちあ、でまあいいか。も。じゃあゆうこちゃんで呼ぶわ。なんか、関西出身の方なんですか？なんで？なんか、ほいだらって。あ、栃木。ああ、そうなんですね。あ、まあそれは独自のやつでやってる。それで、田所さん。ああ、まあ、そうそうそう、田所って呼んでくれてもいいんだけど、友達とかはみんな、ところてんとか呼ぶわ。漢字でさ、田所って書いて、僕逆から読んで、ところてんとか。まあ、だから、ところでんって呼ぶ人もいるね。その、田をでんって呼んで、ところでんって呼ぶ人もいる。それは謎ですね。それか、まあ、田所って、矢沢みたいに、こう、アルファベットで呼んでくれてもいいよ。矢沢？矢沢知らない？まあ、いいや。じゃあ、田所って、ピシって呼んでくれてもいいや。そうなんですなんでカバン持ってんの？あ、緊張してて、緊張するとこう手持ち無沙汰になっちゃうから、こう、あると落ち着くっていうか。ぬいぐるみみたいなこと？女の子が寝る時のぬいぐるみみたいなこそうですね。と？まあいいけど、なんか、田所さん、マッチングアプリのプロフィールの写真と、ちょっとイメージ違って、実物が。それで緊張しちゃっあ、なて。るほどね。緊張してんだ。あ、わかる？違うの。起きますいか、ね。いか、気になりますよね。ちょっとね。いや、あれ実はさ、あれ、公認の時の写真なんよ。そう。だから今より4キロ痩せてるんよ。みんなさ、結構写真アプリとかで加工すんじゃん。それの、まあ一緒だよね。アプリは使ってないけど、まあ4キロ痩せてます、みたいな。あとシャツ締めてるしね。そうなんです。今は開けてる。今開けてる。ちょ、待って。緊張してる？そうです緊張しね。てる？じゃあ、一個面白い話あるよ。言っていい？面白い話。俺、実家で犬飼ってるんよ。で、その犬がメッサがついてて。メッサがついてて。で、俺がもう帰ると、実家帰ると、絶対ワンって吠えるんよ。で、たまにさ、その髪切って帰る時とかあんじゃん。で、髪切って帰ると、ちゃんとワンって。ワンって。疑問形で吠えるんよ。だ優秀だから、いつも見てるのと違うと、ワンってなるんよ。めっそうもろない。映像だったらなんか面白かったかも。想像があんまりできなくちょっとて。難しいか。確かにね、その動画で見たかったか、YouTube で見たかったか、それ。熱くない？この店、ちょっと。下着ですよね。これエアリズム。下着ですよね。レディースのエアリズムのピンク。見ればわかるんですけど、なんかいいんですかね、見せて。それって見せるインナーなのかなって。だってユニクロだよ。そうですね、ユニクロだっだってたユニら。クロって、見せちゃいけないもん作んないでしょ。そうですね。デザインされてるやつだから。ちょっとお手洗い行ってきます。なんで？ごめんなさい、お店来たばっかなのに。ちょっと、まあ、いいけど、早くない？ちょっと。緊張するとちょっとお手洗い行きたくなっちゃうっていうか。待って、もしかして、ちょっと話が面白くないとか思ってた？全然そんなことないです。興味深かったです。じゃあ、カバンって持ってく必要ある？お化粧直しとか。ごと持ってく必要ある？お化粧直しのやつだけ持っていくみたいなんじゃないの？今日ポーチ入ってなくて、そのまま入れちゃってるんですよ。カバン直で今、メイクの道具とか入ってるってそうこと？なんですよ。あんま良くなくない？俺が言うのもなんだけどさ。ちっちゃいバッグだから、でも、だからといってさ、ごと持っていく必要ある？でもほら、人もいっぱいいるじゃあ、し。せめてスマホとか置いていく？どういうことですか？ちょっと、スマホとかは一応置いといたら、俺見ないから絶対。なんでお財布忘れた時にこうお店に免許証を置いてこうお金を下ろしに行くみたいなことをしなきゃいけないんですか？どういうことですか？もう私お手洗い行きますちょっとよ。待って。巻こうとしてない？どういうことですか？このまま帰ろうとしてない？お手洗い行くってお言っ手たんで洗い行くっすて言って、二度か？と戻ってこないっていうことしようとしてない？
全然してないです。いえ、本当？はい。いや、もうぶっちゃけね、優子ちゃんだから、まあ、言えるんだけど、はい、もう今も結構仲いいから言えるんだけど、俺も3回まかれたことあんのよ。え、マッチングアプリで3回女の子を逃げられちゃったんですか？うん。まず1回はもう待ち合わせの時、もう待ち合わせで俺見てこうやってスーンって U ターンされたんよ。はい。で2回目は本当にこういう感じ。はい。なんか俺があっちって言ったら、すいませんちょっとトイレ行っていいですかっつって、でなんかもう二度と戻ってこなかったんよ。その時も、あ、同じ学校だったんですか？うん。で3回目はさっきの鉄板の面白い犬トークした時に、ちょっとトイレ行っていいですかとか言われて、でもうそっから二度と帰ってこなかったんよ。そんな人いるんですね。で俺さ、さすがお腹調子悪いんかと思って、俺も店員さんにビオフェルミンとかセロガン持ってる人いますかってなんか聞いちゃったんよ。あ、優しいんですね。うん。で巻こうとしてるよね。いや、してないです。もうこっちもさすがに3回やってるとさ、何がダメ？どういうことですか？ごめん、もう今日はもう巻いてくれてもいいんで、ちょっと次回のために教えてほしいなと思って。巻いてくれてもいい？うん、もう傾向と対策こっちゃしてるんで、その一緒なんよ、なんか今までと、もうトイレ行く流れが。だから今日はもう巻かれます。いや、今日も巻かれます。いや、私トイレに行きたいだけなので。うん、オッケー。で、その上で教えてほしい、何がダメだった？エアリズム。え？下着。そう、単語でボンボン刺さるんだけど、え？なんか、うん、それはもう完全に下着の方の色じゃないですか。エアリズムっていろいろ色あると思うんですけど、うん、見せちゃいけない側の筆頭というか、代表格みたいな。で、あとたまにこう羽織ってるシャツがペロッとめくれた時に、こう濡れのトップが透けて見えてしまってて。あ、小豆？あ、ごめんごめん、ちょ、今のはなし、なしなしなし。あ、オッケーオッケー。それで、あ、なるほどね。この洋服か、ファッションの面か。まあ、そうですね。シャツもシワシワだし、あとちょっと表情とかもちょっと変わってるのと、トークが、面白トークっていうのはちょっと失礼だなって思うぐらいに謎なトークだったので。おお、辛辣。うんうんうん。受け答えも少し変だし、え、まあ、不審者っぽいのかもしれないです。うん、実際不審者じゃないと思うんですけど、少しそういう感じがするのかなと思いました。結構言ってくれるね。うん、いや、でも私はいい人だなって思うし。あ、ごめん、そういうのは大丈夫。ね、ゆうこちゃんだから言うけど、もう今日結構仲良くなってるから言うけど、ちょっと女性不信みたいなところがあるんよ。そうなんですか？いや、このマッチングアプリを使う前なんだけど、そのバイト先に結構好きな子がいて、はい、その子がもう誰でもいいから彼氏欲しいっていう話をしてたんよ、バイトの待合室で。だからもうそのじゃあ誰でもいいならいいじゃんと思って告ってみたんよ。で振られたんよ。え？誰でもいいのに。誰でもいいのに振られたんよ。え、俺って誰なんって思って。そう、謎ですね。あ、でそっからもうマッチングアプリやめてたんだけど再開して、そしたら3連続、まあ、そういうことあって。あ、連続だったんですね。じゃあ俺がもうダメじゃんってなって、でそこは4回目まさに迎えてるんで。え、今行く？いや、もうちょっと行きたいんで。うん、まあいいや。じゃあもう今日はもう、はい、巻いてくれても。でもそれすごい失礼なんでやめてもらっていいですか？え、私本当にお手洗い行きたいだけなんで、信じてください。信じていいの？はい、じゃあ行きます。うん、はあ、え、戻ってきたやん。え、戻ってきたやん。よかった。巻いてないやん。いや、だからそう言ったじゃないですか、お手洗い行きたいだけだって。マジの方だったん？はい。だとしたら引き止めてめっちゃ嫌なやつじゃん。もう絶対マスカラ崩れてると思ったら、もう案の定めっちゃくっついてて、マジでメイク直しに行ったん？
前結構汗かいちゃったから、まあ、絶対バスから見られると思ってもう顔も見れなくて、早く直したかったのに、なんか謎な理由で引き止められたから。え、引き止め、私、うん、プロフィール写真より田所さんがかっこよかったから緊張してて、実物の方がいいじゃんってなって緊張してただけなのに。ゆうこちゃん、これからもう、まかないで、まかないで遊んでくれますか？もちろんです。ちょっと電話、すいません。え、巻くやん、え、巻くやん、電話だけ、巻くやん、巻くやん。あ、戻ってきてる。